加モ重ジ加ー重ョは、幕末から明治時代にかけての漢学者、医師。堀氏だがゆえあって、加モ氏を名乗る。名は、重唱、字は小闇、帝とゴース。別号に、西安、城の王子、枠屈船夫など。越後国、村松の出身。幼い時に両親を失い孤児となり、叔父によって育てられる。村松藩の寺社、加藤松斎に指示。 19歳の時に必ず家を復興すると誓いを立て、江戸に出て、湯川康道に医学を学ぶ。10年後に、村松藩主、堀忠賀に仕えるが、過労を死で風刺して放築される。諸国を歴遊して、江戸に帰り、工事町に、学塾、聖天白日郎を設け、漢学を教える。住所は、尊王上位の立場を取り、 国事に奔走して幕府に権威を受けた者を、たびたび塾にかくまった。明治元年に医学館に出資、商平学校三等教授となる。後修士局士官を経て退官後は私塾を開いた。69歳で没死谷中の天皇寺に葬られる。作家の長井花風は、昭和3年2月に、家毛邸金星遺人伝を読み、この書は、 維新前後の英雄史詩学者基人の伝えを女子案に、諸者平勢の抱負不満を朗接し者なり、世もまた今日の時世に対して心平らかなる、こと当たわざるものあり、この書に習って、平素死宿する書家の略伝を作らむかと、この頃密ひそかに思いを凝らしつつあるなりと日記に、感想を書く。加もをが儲け帝とバンク、長い家風、団長帝、日常、に岩波書店。 1980年 225p ありがとうございます。